デッサン人形デッサン人形は人間の関節と同じ動きをする関節を持つ人形のこと。画材販売のカタログやオンラインのカテゴリーとしてはモデル人形とも呼ばれる。人間のモデルとは異なり長時間同じポーズを取らせることができ、絵画、漫画等で人物を描く際にポーズの参考にするために使う。人間の全身を表した人形のほか、手のみの人形もある。 また、馬のデッサン人形も販売されている。従来は木製で比較的高価であったが、最近は安価な量産品として、プラスチック製のカスタマイズドール用のスカラダが画材店でも発売されている。こちらの方が漫画、アニメの等身的にデフォルメされたキャラクター体系に合っているために使いやすい場合もある。ただし、プラスチック製でも、 骨格等が緻密に成形された高級モデルも存在する。また、画像処理ソフトの機能として、デッサン人形の画像が表示できるものもある。木製やプラスチック製のデッサン人形よりも、柔軟にポーズを作ることができ、影などの明暗表現も自動的に実現できるようになっている。一方で、実際のデッサン人形を操作することで、 画像処理ソフト内のデッサン人形が連動して動き、直感的な操作と画像処理ソフトでのデータを変更し吹くなどの装飾品を書く上での利便さを模索したものもある。ありがとうございます。